こんにちは、株式会社スマートアレックの河合大志です。僕ね、実は他のね会社さんの集客をお手伝いをしてます。インターネットでどういうふうに集客をするのかというね、コンサルタントをしてるんですけれども、もう一つの顔がありまして、それはね、エステのお店やってます。これね、なんでエステの店舗をやってるのか、こういうね SEO っていう、そのインターネットのね集客のコンサルタントをしながらエステの店舗をしてるのかというと、これはね、集客ができるっていうね自信があったんですよ。結果的にですね、ホームページでしっかりと集客ですねを上げて、今ね3店舗あるんですけれども、3店舗ともほぼ予約ができない状態ですね。1ヶ月待ちぐらいになってます。これは全部インターネット、いわゆるホームページから集客をしてます。これからはツイッターで集客するぞ、フェイスブックで集客するぞという企業がいるんですけれども、これなかなか売り上げが上がらないですよね。特にそのツイッターとかであれば、ちょっと下手なことをつぶやいてしまうと炎上してしまって批判の的になったりとか、あとはフェイスブックはね、なんていうんですかね、いい商品があればどんどん広がっていくんですけれども、若干その商品を買うまでに行くかっていうと、なかなか購入には至らないっていう、そういうデータが出てるんですね。ネット以外の集客、例えばポスティング折り込みチラシ、駅前のチラシ配り、こういうのって一方的ですよね。その人が求めてないものをどんどん一方的にこう配る。実力がないのに、うちは SEO 対策できますからお金くださいって、そういう業者が増えてくる、来てるんですよね。悪徳業者に多いケースなんですよね。これはね、3つあります。SEO 対策ができる業者は、SEO 対策大阪とか、SEO 対策東京とかね、そういうキーワードで集客をすればいいんですよね。でも、それをせずに、営業電話をかけるってことは、SEO 対策ができないっていうことなんですよね。